Thank you.
の力。お主、ハイデリンの使徒か。光の者というのはお主のことじゃな。わしの名はラムー、黒煙の森のタヌ、シルフ族の守護者。光の者よ、ここはシルフ族の聖地。何用で人が足を踏み入れたのじゃ。グリダニアの民は調和を望んでおるというのか。人とは格も身勝手なものか。まことのかじゃ。お主にこの者たちの願いがわかるか。ただこの森で静かに暮らしたいだけなのじゃ。しかし人はその小さな願いすら阻害する。シルフ族がわしを招いたのはその願いを叶えるため。そこまで追い込んだのは貴様ら人の仕業なのじゃぞ。シルフ族にとって人は人。たとえグリダニアの民が自然との調和を重んじようと、一方で帝国の民は森を犯し続ける。結果的に人は森に汚れと争いを持ち込むだけじゃ。全ては人が闇を抱える存在だからに他ならぬ。そもそも人はいつから闇を抱えるようになった。資源の時、そこには光も闇もなかった。まさか人が人たるために生まれたというのか。ならば人がいる限り、この世から汚れと争いがなくならぬ道理をな。なぜなら人が生きるために必要なことだからじゃ。光の者よ、それでも貴様は人として調和の道を歩むというのか。ほう、それは聖域を去った子らに渡したクリスタル。なるほど、お主はわしの知った人とは随分異なる存在のようだ。これは光の人だからではない。何か得意な。そうか、もしあやつになら。よかろう、ならばわしに示せ貴様の力を。人がシルフ族や森との調和を望むというのなら、この森から帝国を排除するほどの力を、世から闇を取り払うほどの力をわしに示してみせよ。それができるというのなら、この雷神ラムーが地表のすべての人に裁きの雷を落とすまでじゃ。光の者よ、裁きの地にて貴様を待っておるぞ。
珍しいわね、あなたがこんなところまで出てくるなんて。万神ラムー、私もこの目で見るのは初めてです。これは眼福の光景、決意の記憶としましょう。これは失礼を。どうしても調べたいことがあるのです。この機械仕掛けの眼を通し雷神狩りを拝見させていただきましょう。